ピロミー実況やっていきましょう。研究所のあいつにパペットをあげたらどうなるかっていうのが前回のパートで明らかになったので、もういよいよ、わからないことっていうのがなくなってきた。達成度があるのかなみたいな。そう、達成度を一定のパーセンテージ満たさないと、イベントが進行しないであろうイベントっていうのは、もうないのかなっていうふうに思ったので、今回からはもう、パペットを作って、ワールドに置いて、みたいな、そういうの繰り返しになっちゃうかなっていう感じになっちゃうんですけど、とりあえずウサギを見てみましょう。白いウサギかと思いきや、なんで白いウサギをイメージしたんだろうな。そりゃそうだよな。黒いウサギだっているし。はい。かわいい。あんまり動かなかった。立ち上がって座るだけだった。あまり動きのない映画でしたね。他も見てみましょう。でも、ブロントザウルス。何それ。それは知らんな。初めて聞いた。映画とかも一通り見ていきたいですね。見てない映画ってたくさんあると思うんで。で、この映画を見ることによってそんな動物もいるんだっていう。この映画に出るでけえ見切れてる。あ、こういうやつか。こういうやつブロントザウルスって言うんだ。こういう映画を見ることによって、あ、そんな動物もいるんだみたいな。この映画に出てくるパペットっていうのは、おそらくどのパペットもパーツは手に入ると思うんで。その辺を知ることができるっていう意味でも映画を見ることは意味があるかなっていう感じはするんですけど、とりあえずパペット作りましょうか、今回も。で、ワールドに召喚して、その繰り返しになるんですけど、今回はちょっとやってみたいことがあって、例えばどうしようかな。どれ使おうかな。鹿とかにしようか。パーツは、決めて、パーツはもう鹿っていう風に決めて、で、配置だけ変えるみたいな。配置だけ全部ごっちゃにする。前足を後ろ足のところに置いたりとか、後ろ足を前足のところに置いたりとか、で、尻尾を顔のところに置いたりとか、そういう逆転したみたいな、順番だけ変えましたみたいな感じにするとどうなるのかっていうのがちょっとだけ気になったので、それを試してみたいと思います。はい、さて、これは全部パーツは正規通りの、しか使っていない。で、足は足のところにしかつけてないし、っていう感じなんで、BGM も残念そうな BGM なったら、ちょっと違うんじゃねって思っちゃうけど。はい。おー、順番変えるだけで、なんか、のけぞってるみたいな、エビゾリしてるみたいな。懐かしい言葉で言うと、イナバウアーみたいな。まあ、イナバウアーは別に体を反らすことをイナバウアーっていうわけじゃないとは思うんですけど。もうイナバウアーで名前イナバウアーにしようって今思っちゃったな。イナバウアーにしよう。イナバウアー。イナバウアーは確か足の形なのかな。足の開き方のことを言うのかな。あんまり詳しくはないんですけど。久しぶりに言ったな、イナバウアーって。懐かしい。イナバウアー。よう覚えてたな、そんなワード。はい。イナバウア。イナバウア物置にするか。いいか、打足か。イナバウアにしよう。はい。イナバウア。本当になんかのけぞってるみたいな感じに見えたな。はい。あー、色がついても、のけぞって、いやでも首がなかったら、首がなかったら前のめりになってるみたいな感じにも見えますけど、首がついてることによってのけぞってるように見える。そんな感じになるのか。なるほど。それは想像しなかった。のけぞってる感が出るっていうことは想像しなかった。もう一個ぐらい作ろうか。じゃあティラノサウルスのパーツ持ってるんで、それ使って何か作ってみたいなっていうふうに思うんですけど、どうしよっかな。狼、なんか狼は普通に作りたい気がするな。ボディ何にしようかな。ボディは、どうしよう。ゴリラにしようか。
ゴリラのボディに、ゴリラのボディはボディ、ゴリラの体はあの骨格が特徴的というか人間的というか、そんな感じなんで、首のつき方とかあと手足のつき方とかも他の動物と比べて違うと思うんですよね。前にもあったように、あ、そんな感じになるんだみたいな。で顔はティラノサウルスでしょ。で足どうしようかな。チーター、悩ましいな。普通にゴリラの前足とか使ってもいいような気がするんですけどね。でもゴリラの体を使ってるんで尻尾がつけれないっていうのがあるんで、足をゴリラにしちゃうと他で遊べないっていう感じになるので、だったらティラノザウルス使ってみるか。ティラノザウルス、はい、ティラノサウルスなのかティラノザウルスなのか、まあどっちも正しいとは思うんですけど、はい、ティラノサウルスって言っちゃうな。そう、首がどうつくかっていう、多分ねちゃんとひっつかないと思う浮いた状態になると思う。前みたいになんか関節パニック状態になると思うんで、その辺が若干不安ではあるんですけど。おっと割と普通に見えるな、尻尾がないだけでなんかケツを突き出してるみたいなそんな感じに見えるなまあいっか、名前つけよう、名前をつけます、はいMO にしようごめんなさいねMO にしよう。お尻をはたいてくださいみたいなお尻を縛いてくださいみたいなそんな感じに見えちゃったので仕方ない。おっと、なんかゴリラの体やっぱお尻突き出してるように見えるな、色がついてる。ゴリラの体になんか白い部分があるんですけど、あれって何の部分なんだろう。ゴリラって全部茶色っていうイメージあるんですけどね、白い部分なんてあったっけ。そういう個体もあるのか。よし、じゃあ2個作ったので、ワールドに、星の世界とやらにパペットを置いてみようか。そうなるとワールドも全部一通り見たっていう感じになっちゃいますね。ちょっとボランティア団体寄ってみるか。全部のワールド開放した状態でこのボランティア団体にハートをあげようとするとどうなるのか。あ、ここ大にぎわいだったのにみんないなくなってる。はい、あなたの真心が世界を救うボランティアの会へようこそ。ボランティアの会かっこ一人になってますけど、と言いたいところですが、ボランティアの会は引っ越しました。あ、そんだけ引っ越した、引っ越したあ、もうちょっとなんか違う言い方だったら分かりやすかったのに、引っ越しましたというか、あなたのおかげで豊かに世界が豊かになりましたみたいな、そんな感じだったね。別に、ちょっとやそっとの金額で豊かにはなんねえだろっていう、そういうツッコミは置いといて、あなたのお伏せというかあなたの施しのおかげで世界は豊かになりました、今までありがとうございましたっつったら、ああもうこのイベントは終わったのかみたいな感じになるけど、引っ越しましたっつったら何かね、次なるストーリーを予感させる感じがするというか、あれが伏線になってるようなボランティアの回、あのスピンオフ作品みたいなそういうの想像しちゃうので、まあいっか、パペット置きましょう。じゃあ星の世界見て、イナバウアーと M をひどい名前つけちゃったな。星の世界、イナバウアーは多分ねちゃんと歩かないような気が、動かないような気がする。確かその歩くか歩かないか、動くか動かないかの判定は、前足後ろ足がちゃんとしたやつついてるかどうか、統一してるかどうかっていう感じだったはず。別に動物は違っていたとしても、例えば鹿の体にウサギの前足後ろ足がついていたとしても、前足後ろ足はちゃんとしてるっていう感じだったら動くみたいな、そんな感じだった気がするので、イナバウアーに関しては前足後ろ足が逆についちゃってるんで、
その辺の条件満たしていないんじゃないかなっていう、そんな気がする。まあでもわかんない前足後足逆でも動くかもしれないし、で MO に関しては動いたとしてもお尻を突き出しているように見えるのかどうかっていうMO はちゃんと動くような気がするんですよね。ティラノザウルスのパーツ使ってるんで、前足後足ともに。はい。おお、でかっ、でっか。やっぱこれ、やっぱこれ動物のパーツによってみたいな、そういうことを言おうとしたけど、それに準拠しているんだったらゴリラの体のサイズ感に合わせてティラノサウルスのパーツがちっちゃくなるのかなっていうふうに思ったんですけど、何が基準なんだ、顔が基準になるのかな。っていうかやっぱあいつ歩いてないな。うん、てっきりその体の部分、胴体に準拠して他のパーツのサイズ感が変わるのかなっていうふうに思ったんですけど、これ完全にティラノサウルスの体を準拠して、体に準拠してゴリラの体がでかくなってるっていう感じですけど、ちょっとこんだけでかくなっちゃうとケツ突き出してる感よくわかんないないやでも突き出してる感あるな芝居てくださいみたいな鞭打ってくださいみたいな、そんな感じにちょっと見えるな。見えねえか別に見えはしないか。ちょっと最後にあのイナバウアーさんを見て終わることにしましょう。っていうか星の世界観はそんなにないな。星の世界観というよりは夜の世界観っていう感じだな。どこ行った、どこ行った、いたいたいた。あ、のけぞってるように見えるな、やっぱこいつはこれ顔がちゃんとした向きについてたらこいつこそなんかお尻しばいてくださいみたいな、そんな感じに見えなくもないですけど、餌を与えよう、餌を与えて終わろう。はい、ということで今回この辺で終わりたいと思います。次回からどうしようかな、その辺は考えておきます。ではでは今回はこの辺で終わりたいと思います。次回のパートでお会いしましょう。さよなら。